コテネターチャンネル。みんな楽しくバトルやってる？さて今回は珍しく考えるシリーズでメモリウムの適正な価値について考えました。それでね、ゲーム内経済を考えるとこのメモリウムの登場は否定しません。当然にいろんなゲーム内の通貨が存在する方が利益率は高くなるから当然のことだろうと理解します。ただし新たな仕組みが始まるときに登場すべきだよね。例えばその昔のマザーシップ登場なんてときにマザーシップ専用通貨って感じかな。この何もないタイミングっていかにもって感じだね。まあいつものことなんで諦めます。次にこれまでの通貨と今回のメモリウムの価値を比較し適正価値を考えました。前提は伝説パイロットを新たに手に入れた設定です。これまでは英雄でパイロットの昇格やスキルのアップグレードを行ってました。まずパイロットの昇格はスキルを2つ目で確か300、それ以降は2000まで増えたかな。まあザクッとね。そこで今回の昇格ではスキル2つ目でメモリウムは200、6つ目で1000、最終ではなんだこりゃ、こんなことよくやるよね。黄色三角1つメモリウムへの改定じゃなかったっけ。計算するとレベル6までのランクアップに必要なメモリウムは3200ってことになるね。一方これまでの英雄だと5600くらい、記憶違いかもしれないけどこれで、するとこれまでのセールなんかで購入する話だと280円くらいかな。わかりやすく300円とします。現状ではメモリウム2800が3000円、え、価値が10倍になってる。次にアップグレードコストではティア4までに900のメモリウムが必要。これまでの英雄だと3500だったかな。なので200円くらいだったのかな。メモリウムだとさっきの2800が3000円だから964円、なのでその価値は約5倍になってるね。まとめるとパイロットスキルをレベルアップさせるにはレベル6までのトータルで考えるとこれまでの AU の価値よりもメモリウムの価値は10倍、ティアのアップグレードコストでは5倍となってるね。これってどうなの？パイロットスキルっていろんな組み合わせだとか、かなり高ロボッツを楽しむにはかなりコアな機能じゃない？もちろん伝説だからってこともあるけど、新型ロボットやタイタンを手に入れられなくとも得意なロボットでパイロットスキルを組み合わせこれで楽しむってことできなくなってるよね。あまりにも高すぎるインフレだと思うね。ということでこれから下がるであろうメモリウムの価値はこれまでの AU と同じとなるには勝手ながら少なくとも5分の1まで価値が下がることが適正と考えました。わかりやすく例えると1000メモリウムを購入するなら200円くらいが妥当と考えます。